Bプロチャンネル。インナーマッスルは全ての基礎。ちゃんと鍛えればどんな動きにも対応できる体が作れるんだ。さすがタツだね。例えばどんなトレーニング方法があるの？俺が毎日欠かさずやっていて、初心者の人でも簡単にできるのはプランクかな。そうだ、ハルヒ試しにやってくれないか？え？実際にやってみせた方が分かりやすいだろう。確かに。